市川拓は、三重県四日市市出身の元プロ野球選手、宇藤左打。2013年より、北海道日本ハムファイターズベースボールアカデミーのコーチを務めている。小物高校時代は、恵まれた体育から繰り出す速く鋭いスイングで、高校通算打率、426、本類な36本の成績を残し、三重のゴジラとも呼ばれ、 宇治山田省の江川千明と共に、三重県内だけでなく、中央球界でも知られる存在となった。その素質が、当時の田中幸雄スカウトの目にも留まり、2004年のプロ、野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから五巡目で指名され、入団した。小物高校は練習場も特別なものを持たず、練習で、市川が放つ打球がたびたび場外に飛び出すので、 ネットを高くした。2005年、同期入団のダルビッシュ有、ウ森モリと合わせて、北海道のマスコミでは、高3トリオとして取り上げられ、市川は未来の小笠原道広と期待されていた。春先から浮森モと共にイースタンリーグの試合で、重点的に起用され、2軍でルーキーながら一塁手一のレギュラーを獲得したが、打率、217と振るわなかった。 2006年頃になると練習態度の悪さが目立ち始め、同じく練習態度に何のあった小山勝良氏と共に出場停止の処分を受け、同オフの契約公開でも懲罰の意味合いが強いダウンテージを受けた。2軍では一類種の他に三類種や外野種にも挑戦したが、打率183とさらに成績を落とす結果となった。 打撃フォーム2007年は2軍で序盤から打撃好調で5月には日刊スポーツ月刊 MVP に選ばれた。E リーグ4位の打率329をマークし8本塁打を打つなど2年間の不振が嘘のように自慢の長打力を発揮した。守備でも成長を見せ1塁、3塁、外野をそれぞれ20試合以上守った。2008年2軍で打率。 350の高成績を残し、同僚の日中久志との激しい争いを制して、E リーグ首位打者を獲得した。この年から二塁手にも取り組み始める。また二打数に三振ながら、プロ4年目で一軍デビューを果たした。2009年、2010年ともに二軍で、レギュラーとして起用されたが、一軍出場はなかった。2011年に3年ぶりに一軍出場を果たすも、 わずか4試合の出場に止まり無安打に終わった。2012年は再び一軍出場がなく、10月23日に宮本県、関口雄大と共に戦力外通告を受け、シーズン終了後に現役引退。引退後は、翌2013年より日本ハム球団職員としてのベースボールアカデミー、コーチに就任。ありがとうございます。